はいどうも、アメタツです、ついに、スカルプ D 動画コンテストに向けての動画が完成いたしましたと言ってもですね、これもう撮影し終わった後でちょっと今若干多分濡れてるんですけども、まだ完璧に編集終わった段階じゃない状態で撮ってます。ただね、ちょっと嬉しすぎてもうフライングしようかなと思って、でね、もうすでに、多分ね、この後ね、僕が編集で動画コンテストの出す CM をこう出すと思いますんで、はい、今から言った瞬間もう CM 始まりますからね。本当に皆さんに見ていただきたい。もう頑張っていろいろ3日ぐらい考えて出た答えがこの動画になると思います。それでは見てください、どうぞ。スカルプ D、 早めのケアが賢い選択。さあ始めよう。日本を若くするアンファー。はい、というわけでいかがでしたか。本当に3日いろいろ考えた結果、あれが僕の、動画コンテストに向けての作品だったと、いうことで、どうでしたか。 CM っぽくなってましたか。なってる、なんか良かったらなんか嬉しいです、はい。まあ、これでね、なんか、まあ、グランプリまでとは言わないですが、何かしらのなんか賞に入れたら嬉しいなと思いますんで、ぜひぜひ皆さん投票の方よろしくお願いいたします。はい、他にもいろいろね、投稿されてる方もいるんで、そちらの方もチェックしていただいて、気に入ったら、まあ、投票していただいて、いいかなと思います。それでは、後日多分なんか撮影の裏側的な感じ、裏側っていうか、まあ、撮影の NG シーンとかあったら編集してアップロードしたいと思いますんで、それまで、それでは次回のアメタツ TV でお会いしましょう。バイバイ。いただきたいと思います。